どうもこんにちは、マサです。今日はハンコの町として有名な6号に来ています。なぜ6号に来ているかと言いますと、今日は、こちらのヘアサロン葛西さんで、マイルドシェービングというものを体験させてもいただけるということでやってまいりました。では早速、お店の方に入っていきたいと思います。こんにちは、よろしくお願いします。今日、僕のマイルドシェービングを担当していただきます、葛西さんです。よろしくお願いします。はい、失礼します。なんか一回来たんですよ。こんな感じです。なんか面白そうだな。その食べ物屋さんではその地産地消みたいな感じであるからさ、はいはいはい、こういう業界ないから。そうですよね。で、はい、こんな感じになります。この白いのが汚れです。すげえ白い。はい、今から顔を拭きます。どれですか？パン屋さん。あ、そう、はいはい、あの井上の小麦粉を使って、ね、で、やっぱそのパン屋さんに聞いたら、うん、うん、はい、で、これなんすか？これパック。パック気持ちいい。超気持ちいいっす。もうすぐに実家に戻った。もうお風呂とかできないじゃん、いつもだから。だからおじいちゃんとかさ、おばあちゃんが手伝ってもらわないと厳しいかな。皆さんこんにちは、マサです。実はですね、記念すべき第1回目の撮影で、締めの動画を撮ったんですけれども、その動画を後からチェックしてみたらですね、音声が入っていないっていう大変な事態が起きまして、まあ一瞬お蔵入りかなとも思ったんですけれども、記念すべき第1回目ですし、ヘアサロン葛西さんに、協力、せっかく協力いただいたので、最後まで作ろうと思いまして、このフォロー動画を撮っております。今僕の横にですね、無音の締め動画が流れていると思うんですけれども、今回僕が体験させてもらったマイルドシェービング竹炭パック、炭酸ジェルパックですね、もう全部めちゃくちゃ気持ちよかったです。ヘアサロン葛西さんの詳しい情報は、この動画の説明欄に、ホームページの URL を貼っておきますので、そちらをご覧ください。それではさようなら。